インターネットユーザーの実に87%が YouTube を利用しておりここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます詳細は説明文のリンクよりご確認くださいニュース目玉焼きまずはこのニュース読売新聞日中関係改善で一致首脳会談戦略的誤計推進 安倍総理は日本時間の昨日夜、インドネシアのジャカルタで開かれましたアジアアフリカ会議の60周年記念首脳会議に合わせ、中国の習近平国家主席とおよそ5ヶ月ぶりに首脳会談を行いました。日中関係の改善を図る方針で一致しました。え、これ、こちらのニュースは後ほどもお伺いしますが、日中首脳会談、首脳会議の会場でおよそ25分間行われて、両首脳日中の関係改善に向け、政府間対話ですとか民間交流 進めることで一致しましたえ中国の主導で設立準備が進む例の AIIB= アジアインフラ投資銀行あと歴史認識問題についても議論をしたと伝えられております会談の冒頭、習主席最近両国民の共同努力の下で中日関係はある程度改善できたと評価しています安倍総理も去年11月の首脳会談以降日中関係が改善しつつあることを評価したいと応じております日、えー、日本側のこのののこ要請で実現したと言われております今回の日中の 首脳会談ですけれども、安倍総理の狙いというのは、山口さん、これはどういう狙いがあったんですかね安倍総理のまあいは、そうは,かはっきり分かるわけじゃないんですけれども、ええ、やはりあの米国から見るとね。ええ 日中が対立するようなものっていうのは、やっぱりちょっと具合が悪いということは伝えてきてると思いますよね。だったらできるのでからもう一つ、ただ、じゃあ、この今回の会談で、これから一本調子で日中関係がいい方に行くかというと、まだまだちょっと山が2つぐらいあるんですよね。山ありますか一つは あの戦後認識の問題を、8月の何らをこうどうするかっていう問題で、多分ちょっと揉めると思うんですね、それから9月にまあ戦勝記念ということで、大々的に軍事パレードをやりますよね、そうするとやっぱりこれは緊張を高めるということで、日本側からも批判をする動きに出ざるを得ないと思いますんで、そういう意味では、今、 行きどけるの流れになっても、ですね、ええ、7月、9月あ、8月、9月ですね、うんはいえ、この2つがどうなるか見ないといけないと思います5か月前に日中首脳会談がありました、ええ、あの時の習近平主席のですねええ、あのもうね、岩<う>のような表情、ねええと比べると、今回は少しにっこりされてまた、ね、いは、ええ、中国国民は、はい そんなに厳しくないということだと思うんです、<ー>やっぱり習近平は自分の行動を、ええ、こう国内にどう扱,扱われるか見てますよね、ええ、そうするとあの、厳しいんではないかと。うん 国内が、はい、どうもそうでもない、ねどちらかというと、日中、も仲良くしてもいいんではないかという声が、ええ、多分中国の中にかなり強いんじゃないかと思いますね日本にいる分にはね、あの中国の観光客の皆さん、炊飯器だ、ええ、ウォシュレットのようなものをこうね、ええ、買って、あのものすごくこう、ええ、ね、ええ、買い物に来てますよね。それからやっぱり、ええ 中国の人にとっては、日本の中華料理も美味しいと思うんですよねあまたあの、自分たちの国と味がちょっと違,う <laughs> ちょっ,と違ってね、えーまいや、ちょっと優しい味だと思うんですよね、えー、となると、政治と、<laughs> あと実際に生活している <laughs>、はい、そのまあギャップってものがあるわけだから、かなりまあ、えー、いい方向にいってると思います、えー、はいはいえー、またあの後ほど、日中首脳会談については、ですね改めてお話をお伺いいたします。続いてはこちら 読売新聞「仙台差し止め却下原発新基準不合理でない」 九州電力仙台原発1号機と2号機をめぐって脱原発派の住民12人が九州電力に対して再稼働差し止めを求めた仮処分の裁判鹿児島地裁は昨日申し立てを却下しました関西電力高浜原発の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁の仮処分決定とは正反対の判断となりました 新規準、その新規制基準についてですね、福井地裁の決定、これは先日の下ったその決定は合理性を欠くとしましたけれども、鹿児島地裁の裁判長は最新の調査、研究を踏まえ、規制委員会が相当期間審議を行うなどとして、などして定められたものだから、最新の科学的知見に照らし、不合理な点は認められないというふうに判断したわけなんですね。まあ、そのの上で仙台原発の耐震設計 ですとかあと火山対策避難計画にも不合理な点はないと結論付けていますえー、福一地裁の仮処分決定とはあ正反対の結果となりましたけれどもまぐさきさんこの司法判断というのはどういうふうに書いてい、えー、私あの差し止め差し止めしするしないを超えましてね、えーはい、やはり あのー、福井地裁の判決は、基準値振動という問題を提起しました、それで基準値振動というのは、このレベルまでは絶対にあの地震はないんだと、はい、だから安全だという概念ですね、えええー、ところが、このそれで、えー、ガルというものを一つの。ええ 基準値にしていて、はい日本の再稼働するというのはだいた700から1000でしょうか、<ー>こういう数字でやろうとしているわけですね。えー、ところが、過去10年間ぐらいの間に、これを超えるものが日本の各地で4か所、合計5か所、はい、原発のあるところで起こっていると、えー、そうすると、絶対に起こらないと言っている推定値よりも超えることが出ているならば、 この基準値全体がおかしいんではないか？っていう問題提起をしたわけですね。はい、で、えー、この仙台原発の方はいや。それは地域の特殊性があるから、はあ,はあ、あのそこはクリアしてると言うんです。けれども、ええ、そもそも絶対にありえないという水準を超えるのが。 あのこんなに頻発していたら、実際に起きている、そうすると、それもわずかの10年ですよね、それをもう少し幅を広く、100年とかあるとかとこう見ると、この可能性っていうのは相当あるんで、やっぱりこの基準。 地震動というものをもう一回、真剣に見て、それぞれの地域で本当に大丈夫かどうかっていうのを見てほしいと思います、えー、これ、裁判とは関係なくなるんでしょうね、そらくその設計する側からしてみると、ある程度のところでっていうね、はい、えものもあるんでしょうが、はあえー、ただ今、孫崎さんがおっしゃったみたいに、まあ、この、まあ、比較的短い期間の中で、うでねえー、回数ね、それも、えー、あの数字を見ると、はい あのこの間の東日本でな,くない、えーえー、地震でも、4000いってるんですよね、えー、だから今、基準は700から1000っていう、えーはい、あちょっと私、えーあの、専門家じゃないんで、はいね、数字間違っえー、えー、まあ一応、あの目安として、はい、700から1000というものを、簡単に4000という数字までいってると、はい、いうことですから、ちょっとこれは、えー、あの真剣に考えてほしいと思います、はい、続いてはこちら、毎日新聞、ドローンから放射線。 総理官邸の屋上で昨日小型無人機ドローンが見つかった事件ドローンに取り付けられたプラスチック製容器の外側から微量の放射線が検出されたことが捜査関係者の取材で明らかになりました捜査関係者への取材で明らかになりました直ちに人体に影響がないレベルとされますが警視庁公安部何者かが意図的に飛ばした可能性もあるとみて威力業務妨害などを視野に捜査本部設置しました、えー とことがびっくりですね、それも長い間気がついていない、いつだからあそこにあったのかっていうのもわからないってことですよ。ねということは、これ、えーはい、本格的に攻撃をしようと思ったら、えー、もう十分にできたっていうことですよね、まあ、それは否めません、ませんよねえー、だからそもそそういう意味では、はい、もう少し官邸の上部なんかはしっかりした警備していると思ってたんですけども、えー、意外に。 ちょっとそうなんですね、これ、ただ日本だけではなくて、例えばそのホワイトハウス、アメリカのですね、はい、ホワイトハウスにも、あのー、ちょっと前に無人機が墜落しているの見つかったと、はい、えいうことですね、まあ、これは誰がの,のやってたかってというと、もう誰が飛ばしてたかというのも、えー、え分かっているんですけれどもね。ねだ今回はまだ誰が飛ばしたかっていうのはよくわか,、えー、からないそこが怖いですよ、ね、それとね、えー、あの そのホワイトハウスの方はです、ね、えっ、えと職員が、えー、飛ばしてて、えー、そしてあの自宅のバルコニーかなんかで、<laughs> 職員というか、らあるね、あの普通の市民が、えー、飛ばしててで、制御できなくなって入っちゃったっ <laughs> で、それを見つけることができなかったっていうことなんであ<ー>気がつかなかったっいうことがありましたあとはあの先日、首都ワシントンにある連邦議会議事堂の敷地内に、一人乗りのジャイロコプターって、一人の小型ヘリコプターが不時着したんですよ、<ー>それも気がつかなかったんです。 えー、だからね、意外にレーダーに引っかかんないなんていうのが、なるほど、ね、こういうその警備っていうのは、じゃもうちょっとちゃんととこれは無人機はだんだんこう、ね、えー、この社会の中で、広がっていきそうな雰囲気なんですよね。ね家電量販店に売ってまますすから、ねえー、入手できますのできの えー、やらないでください、ね。いや、もちろんす、えー、もちろん私。でもちょっと八王子の広いところでやってみたいな、なんてそれ遊びでですよ。遊びでやりたいなって気持ちは。<laughs> 八王子の皆さん気をつけてやります。でも今回ね、あの、これ笑い事じゃないのが、微量の放射線、その、まあ、何か液体までくっつけてるってうんですよ。ああ えー、ですからこれはまあ、いたずらにしたらあまりにもたちが悪すぎるし、何か抗議してやったのか、まあそのあたりは早くね、解明してもらいたいですね。はい、えー、以上ニュース目玉焼きお届けしましまた